トラッキーはアメリカ合衆国カリフォルニア州中部ネバダ郡のヘンニウズミの町である。2000年国勢調査での人口は13,864人だったが、2010年では16,180人と16.7%増加した。人口ではネバダ郡最大の自治体である。トラッキーという名前はパイウート族インディアンの州長の名前であり、部族の間での呼び名は、 トラキゾだった。トラッキー州長は、ウィネマッカ州長の父、サラ・ウィネマッカの祖父だった。シエラネバダ山脈を越えてきた最初のヨーロッパ人がこの部族に遭遇した。友好的なトラッキー州長は、そのヨーロッパ人たちに向かって馬で進みながら、トロケーと叫んだ。これは、すべてが良好という意味のパイユート語だった。旅人たちはそうとも知らずに、それを、 州長の名前だと思った。トラッキー州長は後に、ジョンシー・フレモントのガイドを務めた。トラッキーとトラッキー川、ピラミッド湖周辺の地図、他ホ湖からトラッキー川が流れ出し、北東に約100マイル進んで、ネバダ州とユタ州にまたがる乾燥したグレートベースの境に至り、ピラミッド湖に入る。この水源はインディアンにとって、自然の季節により変化する通路となった。 トラッキー側の地域に一年中住んだと考えられる。特定の部族はいないが、和装族が現在のカーソンシテを中心とする広大な領土を支配した。ただし、諸将二族とパイユート族も住んでいた。これらの部族はこの地域のインディアン旅行者の主流であったと考えられている。アメリカ国道89号線沿いにトラッキー側のすぐ北にあるホバートミルズには、 ネバダにおける航路によくある大きく水平で円形の岩面ン国がある。この岩面ン国の年代は結論が出ておらず、トラッキー川の西にある山の河口岩盤に掘られたものも同様である。しかし、それらの人口ものはトラッキー地域全体で見つかっている多量の矢尻同様、少なくとも数百年間にわたってインディアンが住んでいた証拠でもある。 ユタやネバダ東部の諸小二族とユト族及び初期のフレモント族と同様、この近隣のインディアン部族人口は天候のサイクル、食料の変化及び病気や戦争の結果として千年の間に変動した可能性がある。歴史家の中にはネバダ東部におけるフレモント族以前のインディアン文化が 紀元前1万年にすでにあったとするものがおり、トラッキー川があるシエラネバダ山脈東側はグレートベースに面しているので、少なくとも紀元前3000年には狩猟採集型のインディアンが住んでいた可能性がある。ネバダやユタで見つけられた年代推定可能な住居跡がこの地域では見つかっていないので、これらの人々は純粋に遊牧民であった可能性がある。西部における 近代史の展開と同様に、この地域でもヨーロッパ人開拓者が増加し、インディアンの人口は減っていった。1849年のゴールドラッシュは富を求める開拓者の数を急増させた。インディアンが最後にトラッキー側の地域を通過したのが何時かは分かっていないが、1850年代はその死人記録が残されている。開拓者の誇りと傲慢の例として、 ドナー隊の苦難は、トラッキー地域で最も有名な歴史的事件である。1846年、イリノイ州を出発した開拓者の一団、当初はドナーリード隊と呼ばれていたが現在ではドナー隊と呼ばれることの多いその集団が、航路で、いくつかの事故やまずい決断の結果として、初収に雪に閉じ込められた。伝統的なオレゴントレールに比べて、近道になるルートを何度か選択し、 内部構想もあり、ユタの円弧平原を悲惨な状態で横切り、トラッキー側に近い峠を越えようとしたことで、すべてが、旅程の遅れにつながった。最終的に季節には早い激しい吹雪に見舞われ、残っていた開拓者たちは、現在のドナー湖の縁で立ち止まらざるを得なくなった。そこは、 シエラネバダ山脈の河口岩の頂部から約1200フィート下であり、最終目的地のサクラメント近く、サッター取りまでは90マイルの位置だった。ある時は残っていた荷車、牛及び物資を運び、ある時はロープでそれらを引っ張り上げたが、凍るような気象条件と前人未踏の地であったために山脈を越えることが不可能と分かった。ドナー隊は息気粗し、 物資もなくなって、ドナー湖の縁まで戻った。タイの一部は、数マイル東のアルダークリーク宿営地にも戻った。その残酷な冬に向かっていく間に起こったことは、上によって人肉食までたどり着く悲惨な話となった。晩秋25人の隊員が、出来合いの雪靴でサッた取り出に向かって出発したが、彼らも凍るような気象条件と道に不安内であった、ために遭難した。 15人の中で7人のみが生き残り、6人は人肉食に供され、2人は行方知れずあるいは逃亡した。トラッキーーの宿営地に残っていた者たちはリード隊に救われた。リード隊は嫉妬による怒りからある男を殺した後、数ヶ月前に隊から排除されていた結果としてドナー隊よりも先行していた。去ったトリデにドナー隊の者が到着しないので、 いくつかの救援隊を出発させた。当初87名いたドナー隊の中で48名だけが生き残った。ドナー記念集立公園はこの開拓者たちに捧げられたものであり、ドナー湖東端にある。トラッキーの町は当初の名前がコルバーンステーションという大陸横断鉄道の鉄道長として成長した。この鉄道は現在もトラッキーの中心街を通り、 シカゴからサンフランシスコに向かうアムトラックの旅客列車がここで停車している。1886年、中国人との事業に関わるボイコットなど一連の運動の一部として約1400人の中国人居住者がトラッキーから追放された。1891年、トラッキーで著名な法執行者であるジェイコブ・ティーターが仲間の法執行者。 ジェームズ・リードとの激しい銃撃戦で殺された。トラッキーは、北緯39度20分32秒整形120度12分13秒、北緯39.34222度整形120.20361度39.34222-120.20361に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は33.8平方マイルであり、この内陸地は32.5平方マイル、水域は1.3平方マイルで、水域率は3.87%である。水域の大半は他保湖から唯一流出する川のトラッキー川である。トラッキーのすぐ東にあるトラッキー川アメリカ国立気象局の統計によれば、 トラッキーで最も暑い月は7月であり、平均最高気温は歌詞82.7度、最低気温は歌詞42.4度である。最も寒い月は1月であり、平均最高気温は歌詞40.9度、最低気温は歌詞16.3度である。過去最高気温は2007年7月6日の歌詞104度。 最低気温は1962年2月27日の低、下肢23度である。気温が氷点下になることもある。年平均で下市90度を超える日が8.4日あり、下肢32度を下回る日が228.4日、下市0度を下回る日が6.0日ある。氷点になることは年間を通じて発生している。 平均年間降水量は30.85インチである。0.01インチ以上の計測可能な降水比は平均87.0日ある。月間降水量が最も多かったのは1986年2月の19.02インチだった。24時間降水量が最も多かったのは1963年2月1日の5.21インチだった。 平均年間降雪量は198.3インチであり、アメリカ合衆国で5番目に雪の多い街になっている。月間降雪量が最も多かったのは1982年12月の113.0インチであり、24時間降雪量が最も多かったのは1990年2月17日の34.0インチだった。トラッキーの山小屋以下は二千八年の推計による、 人口統計データである。歴史あるトラッキーホテル2007年4月撮影、アムトラックの列車がトラッキーの駅に停車する。その駅は歴史ある中心街の心臓部イーストリバー通り1万にある。西行きのカリフォルニアゼファーはトラッキー駅を出た後、ホルファックス、ローズビル、サクラメント、デイビス、マーティネズ、リッチモンドを経てエメリービルに向かう。 エメリービルはワンを挟んで、サンフランシスコと向かい合っている。東行きのカリフォルニアゼファーは、トラッキー駅を出た後、リノ、ウィネマッカ、エルコ、ソルトレイクシティ、プロボ、ヘルパー、グリーンリバー、グランドジャンクション、グリーンウッドスプリングス、デンマー、オマハ、ゲールズバーグを経て、シカゴのユニオン、サンのゼからのキャピトルコリドーを、ネバダ州、リノまで延伸する案も出たが、 すでに線路の容量が限界に達しており、実現の見込みは薄い。週間高速道路85線がトラッキー中心部の真北を通っている。この道路を使えばリノまで31マイルである。カリフォルニア州議会では上院の第1及び下院の第3選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第4選挙区に属しており、クック投票動向指数は 共和党プラス11である。2010年時点で全て共和党議員が務めていたが、修上院議員は現職共和党議員が死亡したために空席である。トラッキーには4年生大学がない。最も近い大型の大学はリノとサクラメントにある。2年生のシエラカレッジはロックリンに本部があり、トラッキーにはタホトラッキーキャンパスを置いている。 タホトラッキー統一教育学区は、トラッキーと他子地域の幼稚園生から12年生までの公共教育を担当しており、9つの学校を管轄している。そのうち小学校2校、中学校1校及びトラッキー高校がトラッキーの町内にある。最近中学校が1校新設された。シエラネーバダ山脈によってトラッキーが カリフォルニア州の他地域とは孤立しているために学校対抗運動協議ではトラッキー高校が州内の同様に孤立した4校と共にネバダ州学校対抗活動協会の中で競っている。ありがとうございます。